ヒューバート・ウォルターは、イングランドの政治家、聖職者である。リチャード一世に仕え、カンタベリー大司教兼大法官という、勢俗最高の役職を兼務して、最小の任務を務めた。オジグランビルは、ヘンリー二世の副審の一人だったが、新国王、リチャードの布教を買って、政界から引退した。年に、ヨーク主主年には、 ソールズベリーの死境に転じていたウォルターは、この年に、リチャードが、第三回十字軍を起こすと、名誉回復を願う叔父と共に十字軍を志願した。十字軍参加者の保護によく務めていた、彼はいつしか、リチャードからも信頼を寄せられるようになっていく。1九9三年、リチャードが、オーストリア公レオポルト5世に捕らえられて、神聖ローマ皇帝範囲理広癖の捕虜となると、 王母アリエノールと共にその身の白金集めに奔走して解放を実現させた。この功績によってリチャードはローマ教皇に要請して彼をカンタベリー大司教に任命されるように取り計らい、翌1194年には大法官を兼任させた。さらに1195年にはローマ教皇から教皇施設にも任じられ、リチャードと教皇との連絡。 調整にも当たることになった。帰国したリチャードはわずか2ヶ月のイングランド滞在の後にフランスへ渡り、対立するフランス王フィリップ2世との戦いで各地を転戦する。ルスを任されたウォルターは新税制の導入や土地調査によって財政収入の増加を目指す一方、法制の充実に努め、後の治安判事の前進となるコロナ制の導入などによって、 地方の有力者を地域の司法、行政に参画させるなどの内政、財政面での改革に手腕を振るった。だが、1198年に新しく、ローマ教皇となったインドケンティウス三世との対立から、一旦大法官辞任に追い込まれてしまう。1199年、リチャード一世が戦死してしまう。リチャードの後継の候補としては、老いのアーサーが存在した。だが、 アーザーの後献人には、リチャードと領土をめぐり敵対していたフランス王フィリップ二世が、ついており、リチャードは死に際して、弟のジョンを次のイングランド王に指名した。イングランドの独立が犯されることを恐れた、ウォルターも、前王の遺言通りジョンを次のイングランド王に、擁立した。シモ王は再び、ウォルターを大法官に任じた。大法官に復帰したウォルターは、 それまでのイングランドには存在しなかった国王の命令を文書化して大法官が保管するという規則を制定するなど行政の効率化を図った。1205年、ウォルターが死亡するとインドケンティウス三世の認じた公認のカンタベリー外司教の就任をジョンが拒否したことから波紋騒動へと発展し、さらにフランス王フィリップ二世との戦いでの敗北も加わって イングランド国内は政治的混乱に陥ることになった。ありがとうございます。